シャルロッテ・フリーデリケッツ・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン大公家の一員で、デンマーク王クリスチャン発生の最初の日。夫の即位以前に離婚し、王妃にはなれなかった。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ一世と、その妻で、ザクセンゴータ・タールテンブルク公子ヨハン・アウグストの娘で、あるル,ルイーゼの間の、第三子、次女として生まれた。 1806年6月21日に、ルートビヒスルストにおいて、いとこにあたるデンマーク王子クリスチャンと結婚した。夫妻の間には二人の息子が生まれたが、非常に不仲で、1810年3月には離婚した。シャルロッテは夫によって、アルトナへ追い払われ、ユトランド半島でしばらく暮らした後、1830年にイタリアのビチェンツァに移住して、カトリックに改修した。 1833年よりローマに住んでサロンを主催し、ローマ在住のデンマーク人たちの間の中心的な存在となった。長く患ずらった後、1840年にローマで死去し、ローマのドイツ人教会カンポさんとテイウトニコの付属墓地に葬られた。墓は彫刻家イエースアドルフ・イエリカウによってデザインされた。1983年のエマヌエラ・オルランディの 誘拐事件の捜査に伴い、2019年7月11日に、バチカン当局によって、墓所の調査が行われた結果、墓は空っぽで遺骨が消失していることが分かった。隣接するソフィフォン法苑堂への遺骨も消えていた。ありがとうございます。